どうもおしゃれマッチョ研究所の大地です。久々にね洋服を購入しました。楽しく今日も動画をやっていきたいと思います。今回購入したのはですね、グローバルワークのアイテムを2点購入しました。アーバンスラックスエアーとドライヘビーワッフルティーになります。研究員の皆さんはね、グローバルワークのアイテムを購入したことありますか？僕のイメージとしてはね、ちょっと若いかなっていうイメージはあるんですけど、今回ね正直ね初挑戦になります。実際に着てみたんですけど、こちらのね特にこのスラックスの方ですかね、非常に良かったですね。履いた瞬間にあ、これ買おうかなと思ったようなアイテムとなってます。初めて入ったグローバルワークはね、割とねお値段もリーズナブルなので、手の届きやすいっていうかね、買いやすいアイテムかなと思います。研究員の皆さんはね、筋トレをするためにねお金がたくさんかかると思うんですよ。プロテイン代もかかりますしね。なのでね、洋服の方もある意味ねこうリーズナブルに抑えたい時ってあると思うんですね。そんな時にこのグローバルワークありかもしれません。ちょっと見てみようかなと思ってくれた研究員の方は最後までご視聴よろしくお願いします。それではね、早速いきましょう。僕が今回購入したのはこちら、両方とも XL サイズになります。僕は今身長184センチで体重が69キロですね。70キロいかないかなぐらいになってます。僕はちょっと前まで減量してたので、体重がねそんなにまだ増えてないんですよね。なのでね、こうアイテム選びってすごく難しいんですけど、今回はね XL の方にしました。まあ、とりあえず最初はですね、コーディネート動画の方を作ってみたので、それを見ていただければなと思います。この2点を合わせたコーディネートと、またそれぞれね別のものを合わせたコーディネートっていうのをね作ってみました。よかったらぜひご視聴ください。どうぞ。はい、ご視聴どうもありがとうございました。はい、実際に今着てみるとこんな感じとなっております。いかがだったでしょうか。はい、ちょっと一周しますかね、この状態で。はい、こちらのヘビーはフル T シャツですね。これなかなか言いにくい、噛みやすいんですよ。ちなみに僕が購入したのはこの色なんですけど、ホームページを見るとね、これオートミールカラーとなってます。オートミール？筋トレしてる研究員の方はオートミールっていうとね、あのオートミールを思い出してしまうと思うんですけど、オートミールカラーだそうです。ちょっとね映像だと伝わりにくいかわからないですけど、まあなんていうんですか、オフホワイトに近いっていうか、真っ白ではないですね。ちょっとこう黄色みがかった白っていうか、クリーム色っぽい感じの白になります。オートミールカラーですかね。こちらのワッフルティ、値段の方が2750円だったのが安くなって2000円だったのかな。なので2000円で、まあヘビー T シャツということで、まあ、値段的にね悪くないかなと思ってます。形も僕は結構好きですね。こういった、なんだろう、プレスが効いてるっていうか、ちょっとこう肩がこう出るやつっていうんですかね、こういうの僕は結構好きですね。で、まあ前にも言ってるんですけど、僕はワッフル T シャツはね、もう本当にぜひ筋トレしてる人にはね着てほしいなと思ってます。体大きく見えますしね、この大胸筋のね張り出しがこのワッフル T だとねよくわかるんですよね。こうやって動いてるのもねわかりますよね。でこれヘビーウェイトなので、意外とね乳首とかもね形が見えにくいっていうか、厚みがあるので、その辺はね安心かなと思ってます。一応吸水速乾性となってるみたいです。なのでそういう意味では脇汗対策もバッチリです。
まあ実際にまだ外歩いてないんで脇汗がどれぐらいになるかちょっとわからないんですけど、まあ白なんでそこまで目立たないかなと思っております。で僕ぐらいのね体型でもまあサイズ感としては、まあ、ちょうどいいぐらいじゃないかなと思ってます。まあ今ねまだね割とオーバーサイズが流行ってるっていうかね多いと思うんですけど、個人的にはちょっとオーバーサイズ気味っていうのはね飽きてきたところが正直ありまして、なのでちょっとなんていうんですかね、僕はジャストサイズよりもちょっとリラックスぐらいのサイズ感を今は楽しんでるっていう感じです。もちろんオーバーサイズも着るんですけど、まあ僕は特にこのサイズって一つには決めません。たまに研究員の方に言われるんですけど、どのサイズがいいですかねっていうふうに質問をいただくことがあるんですけど、僕は一つのサイズには決めません。基本的にはいろんなものっていうか、あとはね洋服のデザインによってもサイズ変えたりとかするので、ちょっとね一概には言いにくいところがあります。これは XL でちょうどいいかなと僕は思ってます。それからこのアーバンスラックスエアですね、はい、こちらちょっと今裸足なんですけど、丈感としてはアンクルカットぐらいな丈感になってます。でこれ XL なんですけど、今僕ちょっとウエスト結構絞ってるんで、かなりね余りがある状態ですね。でこれなんていうんだろう、紐タイプになっているので、まあ、ベルトなくても使えるかなと思います。まあ、多分僕普段はベルトすると思います。こんな感じのものですね。で僕は色はですねこれブラウンの、柄のものにしてます。よく見ると小さいチェックみたいな感じになってるやつですね。ちょっとなんかある意味おじさんっぽいカラーなのかなと思うんですけど、こういうのね若い方が着るとそれはそれでおしゃれなのかなと思うんですが、僕みたいなおじさんが着るとまあそのまんまおじさんになっちゃう可能性があるので気をつけたいところです。そうならないようにしたいですね。なのでね、この辺は上で変えたりとか、あと足元のねシューズとかで変えた方がいいのかなとは思います。これね履いた時に本当びっくりしたんですけど、軽いです。とにかく軽くてすごい涼しいんですよ。これね全然暑い夏でもねいけそうだなと思って、非常にこれびっくりしました。なんかどうやらグローバルワークはこれ毎年これ作ってるらしいので、これからね毎年1本ずつ買ってもいいんじゃないかなと僕は思いましたね。はい、それぐらいすごくいいです。でストレッチもね結構効いてるんで、動けますし、スクワットもできます。それでいてマシンウォッシャブルになってますし、洗濯機もガンガンいけるということで、イージーケアということでね、もうこういうめんどくさがり屋のね、所長みたいなタイプにはぴったりの、デザインかなと思っております。ちなみにこちら値段の方が5390円だったかな。ちょっとね、高いかなとは思いますよね。まあ、安くはないっていうかね、ロング丈のパンツなんで、それぐらいはかかってしまうかなとも思うんですけど、まあ、それぐらいの価値はあるんじゃないかなと、個人的には思っております。はい、という感じでですね、今回はですねグローバルワークで購入したワッフルティーとアーバンスラックスエアですね、こちらの方紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。どうですかね、似合いますかね。いいねと思ってくれた方はぜひグッドボタンとコメントの方よろしくお願いします。このチャンネル初めての方はぜひチャンネル登録して帰ってください。ただいま研究員募集中です。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんにパシャッ。